皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。冒頭でお見せしましたのは GTF 彗星のタイムラプス動画です。急いでこの動画作りたくて、まあ、サクッと処理したやつですけども、尾がねこう流れていってるのが分かったりとか、星と星の間をこう彗星が移動してるのが分かったりとか、結構なんていうかグッとくる動画になってるんじゃないかなと思います。このチャンネルではですね、以前から去年の11月の段階で、GTF 彗星が来るぞということをお伝えしてて、彗星ってね実際その撮影できる期間というか、見頃になる時まで一体どうなるかわからないっていうのが正直なところで、途中でなくなっちゃったりとか全然明るくならなくてその減光しちゃったりとかね、そういうことがあるんでどうなるかなと思って、まあ、ヒヤヒヤしながら見守っていたんですけども、無事にですね、みんなが楽しめる彗星に育ったんじゃないかなと思います。これから見頃を迎えて、まあ、2月の中旬ぐらいまでは見れる、楽しめるんじゃないかなという、そういう GTF 彗星をですね、撮影するたびにですね、彗星の見つけ方っていう簡単っていうか誰でもできる方法がありますんで、それを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。本来であればちょっと大きめの赤道儀を使ってですね、天体望遠鏡が載せれるような大きめの赤道儀を使って、でそういう赤道儀にはですね、最近そのビクセルのスターブック10とか、ZWO の ASI エアとか、そういったですね自動導入機能というものが備わった機材っていうのがあります。それを使うと GTF 彗星っていう風に入力をすると彗星の方向を向くっていう、ような仕組みなんですね。ただまあ、そういった機材ってですね、買ってすぐ使えるかっていうとそうではないんですね。だからまあ、次来る彗星の時のためにそういった機材で練習をしておくっていうのがやっぱり必要になってくるんですが、まあ、そうは言っても初めての人も撮りたいじゃないですか。彗星も星も動いているので、止めて撮影するのは厳しいんですけども、まあ、三脚の上に望遠レンズを乗せて何度か撮りたいっていう方ですとか、あとはポータブル赤道儀ですね、小さめの赤道儀を使って撮影をしたいという方のためにお届けしたいと思います。使用するのはこのビクセンのポーラメーターというアイテムですね。まあなんかコンパスついてればどうにでもなると思いますが、このポーラメーターがあるとすごく便利です。それからスマートフォンですね、ビクセンのコメットブックもしくはネビュラブックというアプリ、無料のアプリを使って、そのアプリとこのアイテムを使って彗星を見つけるという方法をご紹介したいと思います。まあこの方法だったら誰でも簡単に彗星を捉えることができると思いますんで。はい、まず三脚なんですが、こういうスリーウェイタイプの雲台を使っている方はですね、結構彗星を上に向けるので雲台のパンボンが三脚に干渉するんですね。なので180度回転して前後を反対にして取り付けるとパンボンが干渉せずにカメラを上に向けることができます。構図の微調整がしやすいギア雲台や曲軸微動雲台ですねなどがあると、さらに良いと思います。ビクセンのポーラメーターは傾斜計と水準器がついたコンパスになります。ポーラメーターをカメラのアクセサリー集にセットしたら、今回はコメットブックで説明しますね。右上のこのボタンを押すと天体座標表示というところですね、設計赤緯と高度方位というのが選べるようになっています。ここで高度方位を選ぶようにしてください。でこの右下の時計マークを押すと現在時刻でのシミュレーションができます。タイムとかデーとかこれを押すと時間や日にちの調整を細かく調整することができます。で真ん中のスライダーを左右にずらすと大まかに彗星の動きを調べることができます。で大事なのはこの左上にあるですね、この高度と方位のこの数値ですね。コメットブックでは彗星の場所が52度ってありましたので、ポーラメーターの傾斜計をだいたい52度のところに設置します。この状態で、カメラを傾けてポーラメーターの水準器の気泡が真ん中に入るようにですね、水平が取れるように、設置しましょう。
そして水平が取れたらコメットブックで、記していた352度の方向にカメラを向けます。でこのポーラメータのコンパスの一番外側の数値を目安にしてください。でこの黒いバーを352度の方向に向けるんですね。ズームレンズだと撮影しやすくて、ワイド端側で1枚を撮影して、水星の画像を確認して、あ、ここにいるなと思ったらそこからズームをかけるっていう風にやると見つけやすいんじゃないかなと思います。こういうアイテムをご用意ください。アクセサリー集の上に小さい自由雲台で、その上にスマホアダプターをつけているという組み合わせですね。はい、これをカメラのアクセサリー集に取り付けます。そしてですね、こういう風に90度傾けて、そこにスマートフォンを取り付けるようにしてください。この時にカメラとスマートフォンが大体でいいので平行になるようにしておくといいと思います。コメットブックを起動します。右下の時計マークをタップして、その下にある丸を押すとデバイス追従モードというように切り替わります。これで傾斜計、角度計ですねを頼りにしてコメットブックの製図が動くようになります。これで ZTF 彗星がある方向に向けるといいってことですね。でこれスマートフォンの方はピンチができます。ピンチインしてもうちょっとど真ん中に入れるっていうことも可能ですが、スマートフォンのこの傾斜計や角度センサーの精度によって変わってきますので、このあたりはねスマートフォンの精度でまちまちなんですよね。はい、まあ、こういうことができます。でこれでまた試し撮りしてズームアップして撮影するといいですよと。はい、いかがでしたでしょうか。あの彼の名誉のために言っておこうかな。あのこのポーラメーターを使って彗星の姿を見つけるという方法はですね、私の友人の、成形写真家の北山照康さんがですね見つけた、やり方なんですね。あの私と彼はですね同じ会社で以前勤めてたんですけど、その時にこれを使ってですね彗星を探すっていう方法を彼が考案して、今回ご紹介したという感じですね。まあ、それだったらこのスマートフォンでね、探せるんじゃないかっていうふうに自分も思いついたっていう流れなんですよね。さて GTF 彗星ですが、今この動画を公開されている今この瞬間がですねまさに見頃になっています。周極星といってですね、沈まない彗星になっております。でここからですね、月が明るいシーズンに入ってきます。まあ多少月があっても映るのかなと思いますけども、次の照準としては月がまた細くなる2月中旬頃なのかなという感じですね。多分ねその頃にもまだ楽しめてると思いますね。まだ明るく輝いてくれてるんじゃないかなと思います。で見頃としてはですね2つあるんですよ。彗星自体を撮影するんだったら、まあいつでも2月中旬までにいつでも撮影に行けばいいと思うんですけど、一応ですねなんかこんな撮影スポットっていうか見頃の時があるよっていうのもお伝えしたいと思います。はい、今お見せしているのはビクセのネビュラブックというアプリですね。上のこの彗星っていうところをタップすると ZTF が出てきます。ここのスライダーで大まかに動かせるんですが、このデイとかタイムとかを、タップするとこれちょっとずつ動かせますからね。はい、で今日が1月29日ですね。はい、こんな感じですね。ねちょうどねこのね M81、M82 っていうのとね ZTF 彗星がずっと同一構図で撮れる期間だったんですね。もうちょっと早くね皆さんに情報提供ができたらよかったんですけど、ちょっと私も全然忙しくてですね更新できなくて、まあ、135mm で入ったんだなっていう感じですね。でこういうですね何かの天体と並ぶっていう時がありますから、でまたこう日を追っていきます。そうするとはい、こうですね、ほぼ天頂だなこれ。2月7日ぐらいにこの M38、M36、M37 と ZTF 彗星が並ぶんだね。これそれぞれなんていうか星の集まり、小さな星の集まりの星団なんですけども、まあ、こういうのと並ぶ時がありますよっていうことと、それからさらにこう進んでいくとですね2月11日火星と ZTF 彗星が並びますね。これね並びますね。これ結構見応えあると思います。まあ火星は去年の12月に一応最接近で結構明るくなったんですけど、300ミリとかで撮って
ってもいいんでしょうね。こんだけ近ければね。まあ火星は明るいので、露出は結構難しいかもしれないですけど、こういう ZTF 彗星と火星が並ぶっていう、現象があります。はい、さらに進めていきましょう。そうするとここがね、ちょっと自分的には胸熱ですね。あの13、14、15、16、14、15とかがいいのかな。このこのアルデバランの横にヒアディス星団っていうのがあるんですよ。これまた三回星団っていって、星々がこうなんていうか散らばっているって言っていいのかな、というのと ZTF 彗星が隣接します。300ミリでも結構入るね。この辺りがですね、 ZTF 彗星のこう美味しいところじゃないかなと。でだんだんもう3月に入るとだいぶねこうおとなしくなってきちゃうんですよね。で特に目立った星と並ぶっていうことはなくなるので、あでもこの2月の後半になるとなんかオリオン座と絡められたりとかするんですね。50ミリでこんな感じで入りますし、縦構図にすると、こんな感じ であとは天気と月齢ですよね。月齢の、兼ね合い、月齢を調べるのこのビクセルのムーンブックで調べますが、2023年の2月っていうとここからですね満月に差し掛かってきます。でさっきのヒアデス星団とかね、火星とかと並ぶ時っていうのは結構ね月がまだ太いんですよ。さっき火星と並ぶの2月11日でしたっけ。うん、月の出が10時31分なんで、10時31分までに撮影をすれば、まあ、結構長い尾が撮れるんじゃないかなと。そっからは月が昇ってくるからね。それからヒアデス星団、アルデバランとかあの辺と並ぶっていうのは月の出が12時40分なんで、それまでは撮れますよということで、結構日の出、あ違う、日の入り後の、夜になりたてみたいな時間帯から、12時ぐらいまでがまあ勝負という感じですね。その高さはどうなんだろうなと思うんですけど、もうねこのシーズンになるとほぼ真上っていうかかなり高いところに彗星がいるところからスタートできるので撮影しやすいと思います。撮影はしやすいんですけど、この角度に向けてあの撮影したことある人ってあんまり普通のカメラユーザーの方はないと思うんですよ。一番その大気の層が薄くて映りのいいのが、まあ、真上な天頂なんですけどね。結構ね首痛くしたりとか腰痛くしたりするので、まあ、さっきのねポーラメーターとかスマホを使ってやりたい方だったらあの楽な姿勢のままね、彗星を導入することができると思うので、ちょっと慣れない体勢での撮影かと思いますが、頑張ってみてください。であとその撮影の設定についてはですね、まあその時どうやって表現したいかなんてまた変わってくるので何とも言えないんですが、あんまり長い露出にしない方がいいと思いますね。尾がブレちゃうので。それからスタックを目的とする人はあんまりたくさん枚数スタックしない方がいいと思います。まあそうだな、5分とか10分とかに撮影したやつを1枚にするようしてノイズを減らす、スタックでノイズを減らすみたいにした方がいいのかな。ちょっとこの辺もね撮ってみないと分かんないなっていう感じがあるんですよね。ただ私が撮影した感じだと冒頭のタイムラプスはですね1月の21日まあ約1週間ぐらい前に撮影したやつですけど、10分撮影したやつをスタックするともう尾がこうブレブレになっちゃってたので、割と早い時間が勝負なんだなみたいな感じがしました。焦点距離ですがそんなに大きくなくていいと思います。王の姿を撮りたい方はまあ200ミリぐらいからもう撮れるんじゃないかなと。もちろん彗星のその明るさにもよるんですけどね。で角をねドアップで撮りたい人はそれこそ天体望遠鏡でど真ん中に入れて撮っちゃって大丈夫だと思います。いろんな焦点距離で楽しめるんじゃないかなと思いますね。それからタイムラプスを撮影したい人はですね、オートガイドはしない方がいいです。あのオートガイドっていう星をこう点で撮影するために監視するシステムがあるんですけど、オートガイドっていうのはその1枚の写真を点で撮るために撮影するので、タイムラプスにするとこうカクッカクッカクッって感じで星の位置があの移動しちゃったりすることがあるんですね。なので、オートガイドオフにして、撮影した方がタイムラプスとしては滑らかなものが、得られますので、オートガイドをオフにして、撮影してみてください。それに焦点距離が200ミリとか300ミリとかそのぐらいの焦点距離のレンズを使う分にはそんなに赤道儀の追尾精度は求められないと思うので、オートガイドなしでもいけるんじゃないかなと
思っています。というのが私が撮影した初感ですかね。わかんないことがあればコメントいただいてもいいですし、毎週木曜日にですね、こちらのサブチャンネルでライブ配信やってますので、ここだとそのなんか質疑応答っていうかね、こういろいろ情報のやり取りがその場でやりやすいのかなと思いますので、ぜひご参加いただければなと思います。こんなところかな。うん、それではですね、あと半月ぐらいですけども、まあ皆さん仕事も忙しかったりとかね、いろいろあると思いますが、お時間のある時に彗星の撮影にチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。